はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大谷様、近藤辰彦様、塚田様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。地方選が終了いたしました。ご投票、ご支援、応援、お手伝いしてくださった皆様、誠にありがとうございました。10名、立候補してたんですけれども、選挙結果が残念なことになってしまいました。我が党の運動量、知名度、資金力などなどの力量が至りませんで申し訳ありませんでした。投票していただいた皆様には、死に票になってしまいまして、誠に誠に申し訳ありませんでした。全員ですね、供託金没収にはなりませんでした。例えば2000票必要な選挙区で100票しか取れねえなんてことはありませんでした。そこそこ6割、達成率6割いったのが2名、達成率6割っていうのは例えば1000票で当選できるとこで600票取れたとか、そういう意味なんですけれども、2名、50% 台が1名、この3つの場所は今のままの方法で、今みたいにもっとやればなんとかなりそうであります。あとですね、30% ぐらいしかいかなかったところは、そこの選挙区に今の方式がちょっと合ってないのかな。個別訪問とか今までやってなかったことをやるべきなのかなーなんて、ちょっと考えております。古巣の豊島区の結果見て、最下位のおじいちゃんがですね、最低1500票必要なとこで14票。どんな人なのかすげー気になっちゃうなー。達成率 1% っていうおじいちゃんがいてびっくりいたしました。衆院補選が4つあり、参院補選が1つあり、まあ国政選挙のね、結果、衆院和歌山で維新が勝利。ここは自民と維新が一騎打ちで、立憲と共産は候補立てらんにがったんで、残りは全部自民が勝利してしまいました。エイリ・アルフィアも僅差で当選してしまいました。これ3期12年を無事にやると大臣の目が出てきます。12年なんてあっという間に過ぎてしまいますんで、引き続きね、エイリ・アルフィアは要監視だな。危ねえなこいつな。こいつがずっといて大臣、例えば外務大臣とかだったら目も当てらんねえね。になるよりはまあまあ野党の議員1人ぐらい増えた方がいいなって思っております。立憲と共産の統一候補が全敗。一般班の5つの選挙区で全敗でした。一般班の自爆でしょうな。補選で全敗はきついっすね。和歌山は擁立すらできず、立憲はもう維新に取って代わられる。小西の猿発言や甘い処分が呆れられたのでは。言ってること共産と一緒だからでは。ありがとう小西、ありがとう有田。泉は小西のせいにできてよかったな、あんなに頑張ったのに。てんてんてん。有権者イコール日本人のために働かない、大部分のですねノーマルジェンダー、LGBT のためにばっかり働いて、それ以外の大部分を占めるノーマルな人たち、のために働かない、それが知り渡ってきたから、まあ当然ちゃ当然ですよね。記者、自民との違いは何ですか？枝野、ジェンダーということが過去にありまして、これじゃ勝てねえな。立憲はもういろいろと手詰まりでは、また名前変えたらジェンダー党とかさ、 5% 存在すると言われてる LGBT 当事者全員に支持されたら、確実に今より支持率上がるんじゃないでしょうか。今 5% 以下じゃないですかね。昨日改選された全国の市議、区議は6611人いるなぁ。すげぇなぁ。
30人ぐらいずつって考えると200議会あるってことですかね。無所属3660人、公明889人、自民710人、12人前回より増えた。あ、そうであります。共産557人、多いな。58人減ったそうであります。1割減ですね。立憲269人、維新256人、倍増、143人も増えて倍増。参政党67人、すげえな、何気に。民民65人、ここはあれですね、国会議員の数と比例してませんね。社民30人、一般派です。共産党ってそんないんな。共産党550人いる。公明889人、約900人ですか。自民700人、共産ってそんなにいるの。共産が減って何しろめでたい。野党は維新以外は全没落の情勢。参政党が何気にすごい。立憲は維新に抜かれそう。維新が伸びてるのは国政と同じでですね、自民が嫌な人の受け皿になれてるんでしょうね。有権者イコール日本人のために働かない立憲はとことん呆れられてと。公明889人、自民710人、国会議員の数と乖離してますよね。これ国会議員の数で言ったらば、自民がですね、まあね、3000人ぐらいいてもおかしくないですけど、って驚く方もいらっしゃると思いますけれども、地方の議会のですね、議員名簿をつらつら眺めますと、自民党議員が一人もいない議会が珍しくない。自称無所属にステルス自民がいるんですよ、これ。特に田舎に顕著な現象なんですけど、自分に与えられた町の住民、まあ縄張りですね。一つの市や区で、まあ10人建てたいって言ったら、自民党は10個に場所区切って、お前はここの受け持ちで、この中でしか活動しちゃダメ、みたいな、縛りがありまして、その町の住民をですね、左右関係なく取り込まないといけない。だから自民党の市議区議のチラシは、なんか、ゆるっと、ふわっと、なんですね、明るい、豊島区みたいな。自民と名乗ると、テレサヨ、テレビ左翼に惹かれるっつ、ライト左翼に惹かれるっつ、事情ありまして、あと田舎の選挙はですね、町対町の競争の側面ありまして、オラが町から議員は一人出さなければならない的なものがありまして、そうすると自民を名乗れない。宇治の町は誰それさんだからはよく聞きました。田舎にいて、いわき市にいてですね、宇治の町のもんはみんな誰それさんに投票すんだわ。ああなんつうですね、町代表で頑張ってもらう。共産党さん、現職が引退しても高齢化だの、亡くなったりだので、引退しても後継が見つけられなくて議席を失うってパターンが出てきてるそうです。地方の党支部はよっぽど高齢化が著しいのかな。新人78歳とかいうのもちょっとね。限界集落って言葉ありますけれども、共産党は限界政党になりつつあるんじゃねえの、めでたいなあという感じなんですけれども。しかし地方議員多いな、共産党な。国会議員の数と乖離してるな。こんだけの地方議員が束になって応援しても、あれしか当選できないのは、やっぱしあれなのかな、C 和夫の独裁、不破哲夫、93歳の司令が古くせえ、もう時代に全然合ってないからなのかな。文句言うと除名されるしね。まあまあ自分の選挙、さておいて、人の選挙を分析してるところじゃないですけれども、まあまあこれにめげずにですね、日本改革と今後も頑張っていきたいと思っております。皆様お見捨てなきようによろしくお願いいたします。デトックスジャパン。